チュイルリー宮殿は、17世紀から19世紀まで、使用されていたフランスパリリックにあった宮殿。ルーブル宮殿の西側に隣接する。また、チュイルリー宮殿とチュイルリー宮とも表記される。チュイルリー宮殿と、ルーブル宮殿の、位置関係チュイルリー宮殿、チュイルリー宮殿の、一手前からカルーゼル外線門、チュイルリー宮殿、エトワール外線門パリコミューンの戦いの混乱の、 さなか消失したチュイルリー宮殿1563年に、当時の摂政であった王母、カトリーヌ・ド・メディシスが建造を命じ、フィリベール・ド・ロルムの設計のもと、約100年の時を費やして完成した。1664年には、ルイ14世の命で、ベルサイユ宮殿の庭園なども手がけたルノートルによって、潜水や散歩道などが整備され、現代に残る庭園が作り上げられたが、 1683年に王宮はベルサイユ宮殿に移る。再びチュイルリーに王宮が戻るのはフランス革命最中の1789年のことであった。同時期憲法制定国民議会において1791年憲法が制定され、1791年10月1日、チュイルリー宮殿で立法議会が開催されることとなった。 1792年8月10日事件が勃発し、ルイ16世が捕らえられた後は、チュイルリーは国民公会や公安委員会の拠点として使用される。しかし、これら最急進的革命政府も長くは続かず、バンデミエールの反乱の後で成立した総裁政府は政府機能をリュクサンブルール宮殿などに移動させ、国民公会も二分され、上院にあたる。 元老会は、チュイルリーに残り、会員に当たる500人会は、ブルボン宮殿に移っていった。1794年6月8日、ロベスピエー。後に、ナポレオン・ボナパルトが短期間だったが、再び王宮として整備した。第一帝政、復興政、7月王政、第二帝政の期間を通じて長く、王宮として用いられたが、 1871年5月23日、パリコミューンの鎮圧の最中に、コミューン側の兵士が放火し、消失した。オテルドビルやルーブル宮殿の一部など、パリコミューン時に消失した建物は外壁を再利用して、築地再建された。しかし、外壁のみの廃墟となったチュイルリー宮殿は、再建可能な状態であったものの王政、帝政の遺物として撤去が決まり、 反対運動の中1883年に外壁が解体された。現在では庭園のみが残り、当時の面影を伝えている。現在のチュイルリー庭園道場2003年、フランス政府はチュイルリー宮殿再建委員会を設置し、消失した宮殿の再建計画を打ち出した。再建にかかる費用は約3億ユーロと推定され、税金は投入せず、全額を 民間からの寄付で賄うとしている。再建後は展示スペースが不足している隣接のルーブル美術館から収蔵品の一部を移転し、展示を行うなどの活用方法が検討されているが、現在のパリの景観を崩してしまうという反対意見もあり、計画は棚上げ状態である。ありがとうございます。